はい、皆さんこんにちは、小山龍介です。今日もですね、作例を交えながら、ライカの M11 と 50mm、 これで撮ったですね、まあ旅行先のスナップをご紹介していきたいというふうに思っています。はい、ということでですね、まあ今日も M11、 まあマニュアルフォーカス、しかも 50mm の単焦点1本で、まあ、撮影に行くということをしてるんですけれども、その作例とともにご紹介していきたいと思います。場所はですね、まあ、前回動画でもご紹介した、馬路村というところになります。これ高知県のですね、まあ、四国の、室戸岬の手前ということで、この辺りになります。もともと林業が盛んで、林鉄、まあ、森林鉄道と呼ばれるものが通っていたエリアで、そこがですね、今、柚子の有名な産地になっているという、まあ、そんな場所になります。それで、まあ、この場所でですね、仕事があり、まあ、それで撮影をしてきたんですけども、柚子畑、まあ、今日はですね、柚子畑を中心にちょっとご紹介していきたいというふうに思います。で、柚子の畑、まあ、台風がよく通るというところもあってですね、しっかりこう、まあ、石で、作られていて、まあ、非常に頑丈なんですね。こんな感じで 50mm で撮ってます。まあ、これは8まで、F8 までちょっと絞ったみたいですね。これに、山あいのところにこんな風にですね、柚子畑があるんですけども、これ見ていただいてわかるようにですね、実はちょっと柚子が植わってないところがありますね。実はまあ、ここの、まあ、人口減少に伴うですね、まあ、その耕作地の、減少みたいなこともちょっと問題になっている、まあ、そんなところで、まあ、こうするともう石垣だけが残っているというような状態ですね。石垣、こうね、草も生えて、こう、いい感じです。まあ、表情がね、やっぱりあるんですよね。で、これなんかはですね、非常に高いんですよね。この柚子の木、大体人の背丈よりちょっと低いぐらいですかね。こんな感じだと。なんですけども、それの2倍は超える、高さがあります。おそらく4メーター近く、なんかあるようなね、そこまでいかないか。でも、なんとなくね、感覚としては3メーターは超えてる感じの石垣ですね。よく積まれてます。はい。で、まあ、このレンジファインダーっていうのはですね、結構難しいところがありまして、こういう正面で整体するとき、この石垣なんかはまだいいんですけれども、建物なんかは、こう、まっすぐ向かい合って撮るっていうのは結構難しいですね。なので、普段レンジファインダーで押さえつつですね、まあ、ここでは、確か、あ、まあ、ここは違ったかな。まあ、でも、これちょっと整体して撮らなきゃいけないときには、背面液晶を使って、ピントを合わせて撮影する、なんてことをやってます。これ、なんか、結構いい、良い写真になりそうなんですけどね。この青のネットの配置が良くないですね。もうちょっと斜めにするか、まっすぐにするか、ちょっとその辺を、まあ、もちろん状況にもよるんですけどね。で、こんな感じで家があって、まあ、柚子畑がある。家があって柚子畑があるみたいな感じですね。こんな風に整体して撮って、奥の、まあ、柚子畑のこの石垣、それから手前の、まあ、畑ということで、この辺りもね、柚子の木がもう植わってないようなところですね。まあ、波板と呼ばれる、このね、トタンの、まあ、この、錆び具合なんかもね、非常になんかいい感じですよね。まあ、前回同様ですね、こういう 50mm でちょっとした風景、まあ、これ35って言われてもわからないんじゃないかなと思いますね。つまり35とか28には見えないですけども、そんな風に、まあ、この風景を撮っていくというところにも 50mm は使えます。しかも、まあ、私が好きなのはですね、これ広角で撮るとやっぱりこうパースがついて、ちょっとドラマチックにね、奥行きがちっちゃくなって手前が大きくなってみたいな、ドラマチックになりすぎちゃうんですよね。それがまあ比較的こう落ち着いた感じで撮れると。つまり何かこれ演出、レンズ的なですね、焦点距離によるその演出を交えずに、まあ淡々とこうスナップしていくっていう感じに、まあ、なっていくというふうになりますね。もちろんこれを望遠で使えば圧縮効果で、なんか本当は後ろにあるものは手前にね、かなり圧縮されて表示来るとかね、あるんですけども、まあ、むしろ私なんかはこういう、まあ、
なんですかね、撮りたいものとしては、こういう自然な感じ、見た感じをそのまま撮っていくっていうね、まあ、そんな感じでやってます。土産センターということで、あんなにもうやってない感じの土産センターありますね。で、川なんかもね、非常に面白くて、まあ、こういうふうに途中で川、木が生えていたりとか、自然発生的にね、生えてくるでしょうね、感じとか。これなんかでも、いい写真なりそうですけどね、ちょっと明るさ難しいとこですね。下に石があり、上に木があり、もうちょっと石の存在感を出したいですね。これぐらいの、こんな感じでしょうかね。はい。手前の、まあ、川の中の石、それから向こうに、壁の、まあ、地層とかね、そういったものが出てきそうなその石、さらにその上に、まあ、木が、生えているというね感じですね。で、こう川を下っていくとですね、まあ、こんな風に橋がかかっていて、あ、これなんかはね、ちょっと、どうなんですかね、まあ、こういうところでこれをパッと撮るのがいいのか、まあ、人をね、モデルを入れて撮る方がいいのか、まあ、モデルを入れた方がなんとなくこうドラマチックになってくるんだろうなっていう気がしますね。まあだから半分撮影半分ロケハンみたいなねイメージですね。あ、ちなみにこれはちょっとね現像で、まあ皆さんお分かりだと思いますが、ちょっといろいろやってると思いますね。うん、ちょっとドラマチックにコントラストをつけてますね。普通に撮るとこんな感じです。これはもうまっすぐ、まあ、これをちょっとドラマチックに、まあでもドラマチックにするときやっぱりある程度ですね、ちょっと不自然ですよね。まあ光が当たってて、それと、影のところがあってみたいなことが必要で、まあこの場面だとやっぱりどうしても、まあ影になってるんですよね、木のということもあってフラットになっているので、そこを無理やりコントラストをつけようとするとちょっと不自然になるわけです。で、ここは光が当たっているところと奥行き、奥のところっていうのが完全にその、はっきりとコントラストになっているので、そこでドラマチックに見せても、まあ、若干これ不自然な感じですね。ちょっと不自然な感じはするんですけれども、まあ、許容範囲でしょうと。こうやるよりも、やっぱりちょっと、ドラマチックにした方が、なんとこの写真は良さそうですね。はい。で、これはまあフラットに行きましょうと。で、こういうふうに歩いて、橋を渡っていくと、そこの奥に神社があるというね。やっぱりこの信仰、の地域の中には、やっぱり必ずこの神社が、あって、またお寺があって、その地域の、まあ、まあ農作物をね、こうね、豊穣を祈るというような、ことがあったりします。私もね、もし文化人類学者であれば、こういうところのね、書いてあるものを読み取って何か興味深い発見があるんでしょうけど、まあちょっと撮るだけという感じになってますね。うん、なかなか雰囲気がある。これ、なんていうんですかね、こういうふうに台風なんですよね、きっとね。台風から守るということで、こういうプレハブに入ってるんですけど、中に実は神社の建物が入っていたりします。まあまあ、もちろんおみこしをね、こう保管してたりとかいうこともあるんでしょうけども、こんな感じで、建物。まあ、そうすると写真撮ってもね、若干これ普通の、民家撮ってるみたいになっちゃうという、まあデメリットありますけどね。階段があって。これは何ですかね？あ、こういう根っこと石がね、こう組み合わさってみたいなね、こんな感じの。まあ、これももうちょいなんか工夫できる気がするんですよね。もうなんかちょっと暗めにしますけど、ね。ああ、これぐらいで撮ったんですね。ちょっといまいちですね。で、こういう時にまあ、やっぱり抽象画とか、抽象表現みたいなことに、なんていうんですかね、こう、意識を持っていると、またデザイン的な感覚もあるとですね、多分もうちょっとかっこよく、撮れるんだと思います。あ、こういうのいいですね。こういう、苔がこう蒸していたり、石と有機物と無機物のね、こうコントラストみたいなものをやってますね。木のところにもこうね生えてるということで、まあ、ここちょっとバシバシがね、あ、そうですね。で、これなんかはその重機と後ろに木があって、で、皆さんあんまり普段ですね、生活してるとその山とかですね、
食性とか気にしないと思うんですけれども、ここ後ろはですね、まあ本当にその杉の木をこう植えて、これを将来伐採して、林業でですね、このビジネスとしてやっていこうという、まあ、木が後ろにあるわけです。でこれ人工林ですから、ものすごいもう規則的に、また単一の、木しか植わってないわけですよね。ところがその手前のところはですね、これ、まあ、見ていただくと分かる通り、すごく複雑な、まあ、植生をしているんですよね。いわゆる雑木林です。でやっぱりこの林業盛んなところはほぼ人工林なんですけども、時折こういうその雑木林が残っていて、で大抵の場合、まあ、ここはちょっと違うんですけど、大抵の場合それは神社の、森であって、まあ、いわゆる鎮守の森として、まあ、そこは手つかずに残っているとかね、いうふうなことは多いです。まあ、そういったその、植生豊かな森、非常に珍しい、この地域にすると珍しい、森の手前に、まあ、この重機を置いて、オレンジの重機を置いてっていう、まあ、そんな撮影ですね。これもなんか、ちょっと暗くしすぎだな。もうちょい明るくしようかな。うん。あ、この辺りもなんかいい感じですね。林業。まあ、もともとの林業が、盛んになった時に、とにかくこういう雑木林を切って、まあその杉の木を植えれば、50年後とかに子供たちがそれを、ね、伐採してビジネスになりますよみたいな感じで、まあ奨励されてたみたいなところがあって、多くのまあその地域ではやっぱりこの雑木林を切っちゃうわけですけどね。まあそういうのは残ってる地域もあるということで、まあそれをちょっとね、おおと思って撮影した感じですね。手前の家が邪魔ですね。邪魔ですね。こういうギリギリまで。天神柱まで切りますか。難しいのは、じゃあこれが面白いかっていうところも難しいところですよね。まあむしろそれよりも日常生活がちょっと入り込んでる方が、やっぱりいいかなとかね。まあそんなことを気にしながらトリミングをしてます。これはたまたま道の、道路のですね、建設をしているところの後ろに、まあ、神社があるというですね、まあ、そういうところでちょっと忍び込んで、撮影をしてきました。まあ、この辺特にね、さっきと同じですね。これちょっと時代が古いので、この囲っている建物が、多分昭和の初期そこまでいかないかな、中期ぐらいなんでしょうかね、昭和30年とか40年と、多分50年40年50年になってくると、もういわゆるプレハブ的なものになってくるのかもしれません。石垣。まあただね、こうやって撮ってるといまいち全部同じような感じになっちゃうんですよね。このブルーシートがなかなかいい感じですね。まあこれも、あ、ちょっと待った。ブルーシートに特化して。っていう感じでもいいかもしれない。まあ天神柱邪魔ですかね。ちょっと、これぐらいの感じで、ちょっと下行き過ぎ。まあこういうね、いろいろこう考えながらね。ああ、これはトリミングあれしますね。ライトを、そうですね。こういう金属がガシッとね、こうコントラストでこう表現するってなると、まあトーンカーブだけでいじってるんですけどね、トーンカーブをこうやっていじって、あ、若干黒レベルとかね、落としてたりしますけども、こんな感じでちょっと現像手を加えてますね。まあ基本あんまり手加えてないんですけどね、明るさ調整ぐらいでやってます。田んぼの神様、これだからかなり新しいんですよ。これ多分このコンクリの、状況から見ても分かる通りかなり新しいんです。でここは整備された土地で、あれ反対側の写真がないな。まあ道路建設によってここをちょっと整備し、でその際にもこの田の神様っていうんですかね、田んぼの神様っていうのをこう祀るこういう、社をちょっとちっちゃなものを作って、まあお祈りしていると。まあだからこういうけ、いわゆるですね、信仰が本当にまだ残っていて、それが多分これは平成もしくはもう令和なのかもしれませんが、まあ平成に、後期に作られた、ところであっても、こうやって残っ、こういうのを作ってね、やっていると。まあもうちょっと文化人類学勉強した方がいいですね、私も。そうすると多分こういうところで撮っていくところは、まあなんかすごくまた発見がいろいろあるんだと思います。でこれ隧道です。
これを昔、ここにですねレールが あって、そこに、まあ、森林鉄道と言われるものが走ってました。大昔は人力、それから蒸気機関とかが入ってきて、動かすようになってきたと。でこれであの川下の海のところまで行って、そこから、材木を、まあ、出荷すると、船に乗せて出荷すると、まあ、そんな、こう通していく道で、上の、ね、木なんか倒れかかっていて、まあ、こういうの危ないですよね。はい、同じように苔、これ隧道と言われるトンネルです。隧道って言い方はなかなか あれですけれども、まあ要はトンネルの日本語で言った言い方ですね。これもまあこれはでも昭和ですかね、平成入らないと思うんですけどね、こう、お地蔵様がこうね集団で集合されて祀られてました。こう神社の、また登っていくと奥にまた神社の鳥居があり、これ面白いのは神社の鳥居のですね、もうこんな感じ、これなんかの残ってるやつなんですかね、それともこういう祭り方なのかよく分かりませんが、こういうのがいくつか私も見てました。だからこういう祭り方あるんですね。これをくぐっていく、頭引っかかっちゃいますからね、くぐっていくということで、行きました。狛犬がなんかカエルみたいなね、ちょっともう朽ちている感じです。ここもまた建物で覆われています。奥にはまあちゃんとね、本殿というかあるという感じですね。はい、これ神社の上の方から見たところで、屋根の雰囲気ですね。あ、これ田舎時間というですね、まあこうちょっとおしゃれな、まああのより U ターンの、人が、作った、おしゃれな、まあいろんなことやってですね、サービスとしてはマッサージとか、ものと、あとこう今日この時に行ったのはカフェに行きました。田舎時間、あ、これ光がね、ちょうど当たっていて綺麗だなと。で今日この写真で最後にしたいと思うんですけれども、ここのエリアで、まあ、最も私個人的にはですね、このまあ馬路村から、安田町に行く間にある、まあ、一番大きな、まあ、この柚子の畑っていうのはここかなというふうに思っています。これもうすごく綺麗でして、まあ分かりますかね、本当に段が 1,2,3,4,5,6,7,8,9 段ぐらい、10段ぐらい、9から10段ぐらいこうね重なり合っている城壁みたいな、そんな、ものになってます。ちょっと近づいて撮ったのはこうですね。難しいですねこれ、本当なんかこんぐらいの方がいいんでしょうかね。うん、これの方が構図的にはいいですね。もう本当に構図はいろいろ勉強しないといけないなと思いますね。まあ、いずれにしてもちょっと近づいてですね、近づいてこう撮りました。この下には、田んぼがありましたので、これどうしてもですね撮る、なんですかね、こうエリア、田んぼの中入るわけにはいかないですから、遠くから撮ってちょっとトリミングして、やったということですね。まあ、M11 の場合6000万画素ありますから、基本的に多少トリミングしても全く問題ないというね感じです。うん、こういう撮り方もしました。これもね、もうちょいここを切っていいんじゃないかなという気がしますね。うん、ちょっと寄って撮りました。この辺りの この感覚ですね、50ミリのまあなんか使い方のね、まあ大げさに言えばこういう引きの絵と中継と、それから寄ってしっかり撮る。まあ、これなんか35ミリだとか28ミリだと言われても、まあ、分かる人には当然分かりますけれども、でもなんかその寄った感じっていうのもねありますし、望遠のところもこうね、これ75ミリですよって言われてもまあちょっとよく分からない。あのパースがつかないですからね。これを広角で撮っちゃうとかなりパースがついて、まあ、現代のその電子補正がついてるとかなり補正されますけれども、まあ、それでもやっぱりこのね、ちょっと遠目から撮った感っていうのがやっぱり、ちゃんと出る、自然に出ると、近く撮っても、それがなんか無理くり撮ってる感じじゃなくて自然に映るというところですかね。あ、ここにも先ほどねお見せしたもの、神様を祀るところがあったりしますね。木々の間に見える石、もうちょいこう、これぐらい、難しいな、こんな感じ、いまいち決まらない、
ですね。こういうのはダメな写真ですね。なんか目的が分かんなくなっちゃうというね。まあこんな感じの、ところだった。で途中からこうね、いわゆるなんていうか、こう焚き火というか、始まってですね、これがまたいい感じに、ちょっと煙として演出が出てきましたということですね。はい、ということでですね、今日はですね、中芸地区の第2弾ということで、先日はダムの方に行って、その廃墟がですね、ダムの底から見えてくるというところをご紹介しました。いいスポットです。ぜひ行っていただきたいと思うんですけども、そこから、川を下ってきて、ゆず畑のエリア、ここで石段の、美しさ、またそこを城壁のようにね、撮っていく、その撮り方もですね、近づいて撮る、正対して撮る、斜めか撮る、まあ、構図をね、道を斜めにこう配置して撮るなんていうことを、やってきました。でこういったことも本当に50ミリ1本でいけるんだというところを、まあ、ご紹介できたかなというふうに思います。はい、ということでこの動画良かったと思う方はぜひですね、いいねボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは。